石油ファンヒーター。石油ファンヒーターとは、暖房器具の一つで、灯油を燃焼しそのエネルギーで得た熱を、送風ファンによって排出手段を取る、電気製品である。他の暖房器具に比べ、ランニングコストが安いことが利点。一方、原油価格による影響を受けやすく、また、灯油の扱いや燃焼、主に添加、消火時の周期がデメリットともされる。 ファンヒーターは多くの人に親しまれており、1978年に三菱電機が初めて商品化し、囲碁格家電メーカーや石油ストーブを生産していた暖房器具メーカーが参入した。しかし2004年前後に価格競争の激化や電気ファンヒーター、イオンファンやセラミックファン等への転換などにより大手メーカーが撤退し始め、2007年のシャープをもって総合家電メーカーは、 石油ファンヒーター事業から手を引くことになった。以後はコロナ大日工業、トヨトミサンポット、日本 A、IC などの石油暖房器具メーカーのみが生産を行っている。パラフィンファンヒーター、またはケロシンファンヒーターとも呼ばれる。東洋機械的な仕組みで気化させ、空気との混合ガスに変えて燃焼させ、発生した熱を本体背面にある送風ファンにより、機外、 室内へと送り出す。送風ファンによって、室内の空気が強制的に攪拌されるため、部屋全体を早く温める能力には優れている。芯を使った自然気化式の石油ストーブと比べ構造的には複雑で、商用電源を必要とすることから、停電時には使えなくなる。燃焼用空気の扱いで、大きく分けて、以下の三つの方式がある。単に、 石油ファンヒーターと呼ぶ場合、通常はこの方式のみを指すことが多い。燃焼用空気を室内から取り入れ、燃焼したガスを室内に排気する方式。使用にあたっては定期的な換気が必要である。室内に排気するので、一酸化炭素や臭いなどをなるべく出さぬ用途を高いベルで安定して燃焼させる技術が求められる。そのため、普及においては、 FF 式の方が早かった。開放式の石油ファンヒーターは1978年に三菱電機の群馬製作所が開発し、日本国産第1号機が発売された。商品名はダンファン、ダンファンと命名された。燃焼用空気を室外から急排気等を通して燃焼用送風機の力で強制的に取り入れ発生した熱を送風ファンで室内へ送り出し、 排気は旧排気灯を通して室外に出す方式。FF 式は、ホストダラフトバランスとフラタイプの頭文字を取った逆称。開放式と違い使用時に、定期的な換気は必要ないが、旧排気灯の設置工事が必要である。FF 式の石油温風暖房機は、開放式の石油ファンヒーターが登場する以前から商品化されており、 例としては1973年には日立製作所で発売、1974年にはコロナで発表された記録がある。FF 式から強制吸気を除いたような構造で室内の空気を使って燃焼、排気のみを屋外へ出す構造。FE とはホスト・イグゾーストの略。吸気構造を持たないため構造が単純。 また、排気管も単管であるため延長が容易である。吸気口が積雪で塞がれてしまう懸念がある。FF 式に比べ、豪雪地帯などで採用が多い。石油ファンヒーターには主に3種類の燃焼方式の違いがあり、各方式により、以下のような特徴がある。大日工業が積極的に採用。かつては最も多くのメーカーが採用した燃焼方式。 灯油を気化器と呼ばれる装置で電気の力により熱し、自然吸気によって取り入れられた空気と混合されたガスを焼け灯で燃やす仕組みを持つファンヒーターで他の方式よりも消費電力が多い。また燃焼中の音は他方式に比べて大きい傾向にある。気化器の構造上、点火までの時間が短く灯油の気化ガス発生の制御を瞬時に行えるため点火・ 消火時の匂いは少なく燃焼中の匂いは少ないと言われるが高地での使用はできない1000メートルが上限等。分前式の特徴である気化機械器に付着したタールを焼き尽くしてしまう機能のこと。クリーニング機能動作時は強烈な異臭を放つため、注意書きには屋外で使用するように書かれている。この機能は搭載されていないモデルもある。なお、 大日工業生家庭用灯油ファンヒーターではこのクリーニング機能を搭載したモデルは現在取り扱っていない。燃焼灯で発生した熱で灯油をガス化し、このガスと空気を機械的に混合して燃焼灯で燃やす仕組みを持つ燃焼方式。過去に多く作られていた方式だが、近年ではコロナのみの製造となっている。電気の力で灯油を温めないため、 分前式に比べても燃焼時消費電力が格段に低いが、炉を温めるための初期着火の待ち時間を要する。このため一部の機種では使用していない消火中の状態でもヒーターで常に給油パイプを保温して比較的短時間で点火させる機能を持つものが販売されている。燃焼時に発生する周期は分前式やポット式に比べ少ない。点火時、消火時には匂う。 機械的に空気を混ぜているので、混合ガス用空気を別の口から取り入れているのが特徴。燃焼灯に灯油を流し込み燃焼させる方式で、そのものは過去に多く作られていた方式だが、家庭用ファンヒーターにこの技術を応用することに成功したのは豊富のみである。混合ガスを作らないのでどんな灯油でも燃焼させることができる。通常、 ポット式ストーブの燃焼は、気源の低速燃焼であり、効率は低く、小型化にも限界があった。トヨトミがこれを、分前式、ポンプ噴霧式同様の高速高温燃焼化と、小型化に成功、効率はこれらの方式より優位にあるほどになった。同社が、レーザーバーナーの商標と特許を取得しており、他メーカーのポット式青オファンヒーターは、トヨトミの OEM である。 ポット式の欠点として、石油臭が多く排出されてしまうことが挙げられるが、レーザーバーナーは燃焼温度、燃焼速度が高く未燃ガスはほとんど排出されない、ため燃焼中はむしろ少ない。ただし、電化、消火時はポットを加熱する、関係上、この時の石油臭は他の方式に比べて若干多い。バーナー直下に回転する円盤状の気化機械を搭載し、 遠心力で気化させて燃焼させる方式。直線的な噴射のポンプ噴霧式や分前式に比べて東洋より均一な混合儀にできるため石油臭が少なく、また耐久性が高いとも言われている。分前式と同じく気化には電力を用いるが、ヒートパイプなどで熱を誘導し効率を上げることができる。かつては三洋電気が代表的なメーカーで、 5年保証を謳ったロータリーガスカバーナーとして販売していた。しかし、同社は2001年に石油暖房機から撤退。現在 FF 式、ファンヒーターや業務用、ファンヒーターにわずかに採用例が見られるのみとなっている。以上の方式のほか、油ポンプによって燃料を高圧にし、ノズルより燃料を微流化させ噴霧して、 燃焼に必要な空気と混合したところへ、電極捧げにより点火し燃焼させるガンタイプバーナーを搭載する方式あり、一部の FF 式ファンヒーターで採用されている。またかつては石油ストーブと同様、芯を用いた新式の石油ファンヒーターも存在したが、燃焼性能の問題から間もなく、姿を消した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。